豊岡市に多目的グラウンドなどを完備した玄武洞スポーツ公園が完成し、今日竣工式が行われました。竣工式には中貝宗治豊岡市長らが駆けつけ、完成を祝いました。その中で子どもたちの歓声が響き渡る、そういった光景を実現することができたということは、豊岡市にとっても大変素晴らしいことだな。この玄武洞スポーツ公園は、丸山川運動公園を大雨が降った場合などに増水した丸山川の水をためられる湿地として整備するために、代替施設としておよそ15億円かけて建設されたものです。敷地内には野球やサッカーが楽しめる多目的グラウンドや、コウノトリなどとの共生を目指す環境保全エリアも設けられています。年間来場者は2万人以上を見込んでいるということです。